ま、屋台のとこにいるやつってもしかして。おう、旅人とパイモン、お前たちも来たのか。天使とシノブ、二人とも、なんでここに座って鍋を食べてるんだ。いやいや、バンミンドはこの2日間休業してるんだ。それにソニオバとバンミンドの料理は味が全然違うから、交互に来て食べるのがいいんだ。休業？どうして急に休むんだよ。それは私たち荒滝派のせいだ。最近同文学塾の生徒が宴会を開くとのことで私を誘ってくれてな。経歴で言えば縁日先輩は私たちの大先輩にあたる。だから宴会の場所は縁日先輩が決めてくれることになったんだ。ただ私たちは人数が多すぎた上に親分はよく食べる。食べすぎて万民堂にある1週間分の食材を2日で全て平らげてしまったんだ。ウー師匠は疲れはしていたけどいい笑顔だったよ。おそらくここ半年で一番大きな売り上げだったんじゃないかな。1日2日じゃ食材の補充すら終わらないかもしれない。牛使い野郎も来てるのか。全然見かけなかったけど。私が同期に会うと聞きつけ親分は興奮して、忍の同期は俺様の同期だとついてきたんだ。親分に同期がいないのは置いておくとして、多分前回リーウェイに来た時食べ足りなかっただけだと思う。でも忍たちと一緒に来た花門玉将、彼はなかなか賢いな。気づかなかったかもしれないが、忍が同期と話している間彼はウー師匠の手伝いをしていたぞ。リーウェイの料理を学びながら作っていたようだ。玉将の性格からすると新しい料理を学んでオニカブトムシの餌を強化したいってところだろうな。花門玉将、なんか聞いたことある名前だな。確かずいぶん前に牛使い野郎が虫相撲大会を開いてたような。そう、パイモンは記憶力がいい。あの時大騒ぎになりかけた虫相撲大会が終わってから玉将は荒滝派の盟友となった。よく親分と虫相撲の練習をしたり、オニカブトムシの育成戦略について相談したりしている。玉将のおかげで親分が以前なら気にも留めないような真面目なことを虫相撲を理由に取り組めるようになって、私も随分と安心した。万民堂が休業しているこの数日間、ウッショーの絶品料理に恩返しすると言って彼らは食材の調達を手伝っている。ついでにオニカブトムシの力を強化できる食材がないか調べているみたいだ。まあ今頃シャンリンとグオパーと一緒に幸運閣あたりで美味しいカニを探しているんじゃないか。彼らと気が合うと思うよ。グオパーもイットが連れてきた赤紅一緒、そして玉将のなんとかなんとか虫友達になったみたいだしね。でも食材を探しに行ってから結構時間が経っているし、そろそろ帰ってくる頃合いじゃないかな。外で楽しく遊びすぎて騒ぎを起こしていないだろうか。お前らの話を聞いてたらおいらも興味が湧いてきたぞ。幸運閣のカニってどんな味だったっけな。なあ、おいらたちも見に行かないか。手伝ったらもっと早く万民堂の料理が食べれるはずだ。ついでに牛使い野郎と花門玉将が何か新しいことを企んでないか確かめてこようぜ。二人も行くのか。いいじゃないか、旅人とパイモンはイットと気が合うなってずっと思っていたんだ。イットのやつ、お前たちの意見をよく聞きたがっていたよ。先輩の言う通りか。では旅人とパイモンに頼もう。
最近辛いものを食べ過ぎたからだろうか。なんだか体が熱いような。おや、熱中症かもしれないな。それか気温が高すぎるか。冷たいお茶を買ってくるよ。体温を下げないとな。